フリートフォート・オンタリオ州、ハミルトンのカナダ大戦記博物館に展示されている、フリート 60K フォートフリートフォートは、第二次世界大戦中に、カナダが設計、製造した、唯一の航空機である。フォートは、フリートやクラフト・オブ、カナダ社が製造した初の、全金属製単葉機でもあり、ノースアメリカン T-6 滴3練習機の安価な、大大機を意図していた。本機は、 英連邦航空訓練計画にも供されたが、結局は無戦士の訓練に使用され、収益期間は比較的短いものであった。ォートはもともと高等練習機として設計され、1940年に英連邦航空訓練計画向けに200機が発注された。フリー,ート60は楕円形の主翼を持つ低翼単容機であり、後部コックピットは 高い位置にある設計であった。特徴ある機構は、引き込み式のフェアリングを持つ固定式の降着装置であり、これは操縦訓練生を引き込み式降着装置に馴染ませる一方でうかつな訓練生による機体の損傷を防ぐことを意図していた。生産は地帯して、カナダ空軍向けの最初のモデルは1941年4月18日に初飛行を行った。 フェアチャイルド・コーネルが入手できることになり、高等練習機の役割に対する認識が変化したことにより契約は早々と打ち切られ、最終的に1941年6月から1942年6月の間に101機のフリートがカナダ空軍に納入されただけであった。当初カナダ空軍はモデル 60K を発注したがらず、その懸念は正しいことが判明した。 操縦訓練生はフォートが比較的飛行を習得しやすい機体であることに気づき、これは実戦機への転換に適さないということであった。カナダ空軍でもフリートフィンチとディハビランドタイガーモスで単独飛行を行った訓練生をフォートでの訓練を経ずにノースアメリカン T-6 敵3へ登場させることに決めた。その後フォートはカルガリーの第二無線士学校とウィニッペグの 第3無線士学校で無線士の訓練に使用された。250HP と 330HP のヤコブ製エンジンを装着した2種類のモデルが製造された。強力なエンジンを装着した機体は最高速度193マイルパーアワーと巡航速度163マイルパーアワーを発揮した。上昇率は毎分1650フィート。 航続距離610マイルで、搭載重量は、幾分増加し2900ポンドであった。フォートは1944年まで現役で使用され、これらの機体は1945年に退役した。モデル 60K の最後の一機は1946年に退役した。フリー,イートフォートデータフロムホルムズ 2005P161。ありがとうございます。